8年6月4日、九州の名家加藤清の神忠広公は成人儀独身の門をもって将軍家より突如領地没収、亀改易の名下る天下の諸侯驚愕色を失う。これより先に芸州広島の大将福
島左衛門の太夫正則公も叙封され亀大太格のごとく公儀においては土佐間大名取り潰しの政策は俄然栄光を表し春烈を極めされば州を失い戦方もなく老々の身を有効に運ぶか近く元那慶長の戦いに視線をくぐりしつわもの今は芝原抱いて延べに構えよ今や豊臣御子の土佐間大名としては武勇閣閣として天下になる夕飯筑前福岡五十二万石我が黒田藩残れるのにされど年若き上司右衛門佐忠之公を補佐して黒田家を盤石の揺るぎなき政情司ら英米豪気の栗山大膳その人が明日に夕べに思うはこれ君下の行く末印鑑遠から豊臣御子の加藤福島領家の断絶明日は誰か黒田五十二万石に降りかかる運命にあらずと祝い筑前福岡黒田右衛門の助近頃大礼に長寺身分も集まえず素性卑しき女を愛しようとなし飲酒に溺れ政治部粗略のよし隠密寄りの密書にござりまするなおも真偽のほどを確かめよほ老中ほ容赦なく取り計らえかねて江戸表へ使わしおきましたる隠密の中心によりまつると殿の行事を足様に公儀へ内報いたす者これあるえず現在戸玉大名は容赦なく取り潰すべしとの政策は殿もよくご存じのはず今後は十分にお身を慎まれるように願いますぞ申し上げるも預かり奉る千君恩召し領の御兜に対し奉り千君のお言葉とおぼし召して聞き入れくださるようにご礼の談話やはりご容赦のことご意見確かに受けたまわり申した。長政が神明を捧げて戦ったのは徳川家のためではなかったかあまり公儀を恐れすぎると思ういや殿には現在公儀の取れる政策をご存じなきああ分かっている分かっている
そちたちより余は年が若い。年が若いだけに頭も若い。大膳、長竹はいつ引き立ていたすか。治療術中に引き立ていたします。拙者不在中は何かと大戸玉本殿へご相談が飛ばしまして。世はいつまでも子供ではない。それより我が藩受け持ちの大切なお台場築造よろしく頼むぞ。ああ、失礼いたす。先に参り、不在中はお蕎麦役を務めるその子、何かと十分にご注意を申し上げてのよいか。万事心得てござります。殿、頭の良し受けたまわりましてございます。恐れながら御脈を拝見つかまつりまするでございます。いや、世は何ともないのです。はい。それより神道、はい、あの家老どもの頑固な頭を診察してやれ。ああ、家老ども。はい、おもっともでございまする。子供と申す者はなぜ融通の利かぬやつばかりだろう。苦虫を噛みつぶしたような顔を揃えて何事もその世の顔をにらみつけている。実際うるさくてやる気ない。ごもっともでございます。殿様といえば米を守らすかかしも同然、家老衆に踊らされておいで遊ばすもの。ああ、もう言うてくれるな。52万石を投げ出したくなる。ああ、面白くない。女ども、酒を持て。かしこまりました。ご酒の用意。殿様。うん。ねえ殿様。うん。豪語気分がおすぐれ遊ばされぬときはお花見でも遊ばしては。
してると見える。寝騒ぎでございます。お家して遊ばそう。うん、よし。姉上、あなたの番でございますわ。姉上、あなたの番でございますの。うるさいね。はあ、何をしていらっしゃるのか。待つ者の心にもなったらいい。おう、珍しいことじゃ。兄弟仲良くすごろくやっているんだな。面白く振っているのではありません。萩野、早く足元行き。では、もうお寄しになりますの。へえ、うるさい。早く持っておいて。これ、萩野、嘘を早く持っていかないか。はい。お前がそのようなことを申すから姉上の機嫌を損じるのじゃ。さあ早く持っていく。父上、あの方は何をしていらっしゃるのでしょう。そう苛立つものではない。お蕎麦好きの武士というものはいろいろ御用があるからな。でも私の今日の宿下がりをご存じのはずです。どんな御用も打ち捨てて来てくださるお約束ではありませんか。父上、父上は私の心を少しも察してくださらない。うーん、そうじゃったな。ただいまケアモンド様がお見えになりました。まあお見えになったの。はい。さ、早くお通しして。はい。あら、姉上にお笑いが見えたわ。正直なかった。憎らしい萩野。許しませんね。
好みでなることならどんなことでも。聞いてください。でも申し上げた後で決して嫌とは申されませぬな。武士の緊張は命が懸けてあります。どんなことでも。門戸も武士の端くれ、5年には及びません。私たち親子は、武前中津の城主、木谷、秋の神の臣下でございます。では、当黒岳に滅ぼされし、木谷家のご家臣か。領地は黒岳に横領され、それのみならず千年上門之助様の手打ちになるし、公与商人様は木谷家の若様でございます。うん。恨み重なる黒岳52万石を断絶させ、腰の恨みを晴らさんがために、かような浅ましい心にもないご奉公をいたしております。大事を打ち明けたからはお約束通りお力貸してくださいますか。はっ。そこを保護になさるご両家なら私にも覚悟がございます。あ、危ない。それは丹下だ。お止め遊ばすからは一日募るご乱行、困ったことじゃの。さようでございます。ただいま黒ほど組のお力力がお見えになりました。お、そうか。おでは、お敷物。はい。慎吾、羽織を。お、これはこれは。どうぞこちらへ。いや、ごめん。突然お邪魔して誠に失礼。実は急を要する中華の一大事って水産捕まってた。あ、それはようこそ。あ、お女中、しばらくご遠慮ください。この度、殿には一万石の大戦をご建造と命し受けてまわり、我々驚きのあまり駆けつけ申した。万石船建造は敵御法度、もってのほかの企て。今日講義では外様大名取り潰しの政略あり、このまま打ち捨ておかば当黒田藩52万石は類乱の危うきことと存じます。殿を取り巻く名官どもの差し金でござりましょう。うん、さようじゃ。殿のご乱行は近頃ことのほかはなわだし、ご歓言申し上げねばなりますまい。ご説ごもっとも。
直ちに事の実況を確かめる。ただいま大目付より会場が到着いたしました。お、それだ、これだぞ。うん、どうじゃ、ヒデ、見事な出来栄えじゃの。あ、さようでございます。さすがは軍学者、ありかわせが褒めつかわすぞ。魂打ち込まれた甲斐あって、殿様にもご満足、執着申し上げた。お褒めのお言葉をいただき、鶴が光栄に存じます。この絵図面の通りにできますれば、さぞ見事でございましょう。うん、立派な軍船じゃ。すぐに作らせようか。モンド、船奉行を呼び出し、地球建造に取りかかれ。おろえてござります。船奉行林七左衛門を呼び出せ。はお、ケア様、この図面を申し付けられましたせ。仰せられし言葉とはそういたしおるかと存じます。何がそういたしておる。この問答何を申した。お忘れでござりまするか。一万石の大戦は公儀のご法度、拙者幾重にも断り申し上げしところ、決して用に立てるのではない。参考絵図として殿様にご覧に入れるまでじゃと、よい遊ばしたり。ただいま受けたまわれば、あの絵図面のまま一万石の大戦をご建造とのこと、容易ならぬお家の一大。駿河殿、一万石が二万石でも、お船建造についてはおのおの役柄がある。向こうのくちばしを入れるところでない。いや、建造を得た責任はなくとも、図面を敷き詰めがございます。小さきおのおの役柄を論ずべき時ではございますまい。523,000石、これだけの一大と存じます。ありかしかい。52万石は世のものじゃ。立山千葉さんは何じゃら差し出るところでない。大戦をご建造を遊ばされたところで、お家にかかわる一大事などとは、たかばかしい。奥方様は二代将軍秀忠公の御養女として、ご当家にお越し入れ遊ばし、将軍家とはご親戚の間柄、何もご遠慮には及びません。ねえ殿様、海の守りとしてなくてはならぬ浮城でございますもの。うん、そうじゃと。倉橋、よく引けておるの。建造の絵図面を設計して差し出したそうじゃの。は、一万石大戦建造は天下の法となることを聞こう知らんのか。はあ、殿のおひげの散り組みになるのもいいが、お家の大事ぐらい考えておけ。
何年なりといえど、余は黒岳の投資だ。老身の意向を重ねて、何事によらず、世のなすことを、いちいち砕きおるか、再びやれ。殿、それはあまりにわがままが過ぎまする。お家のおためにならざることは、どこまでもご意見申し上げまする。この度の大戦ご建造の儀は、栗山大膳殿、長崎よりご騎乗までおとどまりを願いまする。何がために大膳の許しを受けなければならぬか。大膳は何か、世はいつまでも愚蔵は借りたか。頼むの食欲を召し上げ、手がれしも老者を打ち込め。殿、あまりのご乱暴。これ石堂、日の宮、両人ともに併合申し付ける。両人を屋敷へ引っ立てる。殿に一言申し上げぬちは、ここはご御殿。死んでも動けません。私が出たそうだぞ。おい、早く早く。おい、みんな早く来てくれよ。大変な私が出たそうだぞ。こけた村々から絞り取るなんてかわいそうでねえか。そうだよ。この上年貢を三割も増されりゃ百姓の干物が出来上がるちゅうもんだよ。大きな船作って、その怒りで五両の N 百姓のあごたすぐすぐにかみしめる。殿様あっての百姓だ。百姓あっての殿様だよ。少しは考えてもらわなくちゃなんねえだよ。そうだ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 。なかなか大変じゃの。だが10ヶ月のうちに竣工させようとの上意だから、その心でやってもらいたい。命がけにやってる考えでござる。みんな職人どもは一生懸命でござる。そうらしいの。
ずれも殿のお召し。はは。はかねて筑前に放ちある隠密古川よりの急所によれば、黒田右衛門之助一万石の大戦を建造いたすよしや。拝見いたします。公儀の敵御法度を破る右衛門之助、日本割と推察いた。隼人、そち何と思う。はっ。ご検察恐れ入ります。長崎奉行としてかかる一大事を存然とあっては、公儀に対して申し訳相立ちません。うん、密かに取り調べを進め、いよいよそれと定まらば公儀へ上申いたさねばならん。早瀬美希。はっ。その方を参って調査の上、見取り図をしたため立ち返ってくれ。こと一時を争う今の場合じゃ、すぐに福岡へ引っ立ちいたせ。はっ。月田、その方を海沿いとして共に参れ。はっ。ダメじゃないか、声をかけて後回っちゃう。兄さん、お父さんは？うん、薬を買いに。兄さん、私が起こすわ。ああ、そうか。あ、妹、とっつぁんにも話してあるよな。若旦那は俺が牢屋からお助けもしてきたんだ。で、大変お疲れになってるから、お前解放頼むよ。え、気をつけてご解放いたしますわ。あ、三平。え、そち大義じゃ、こよりこの密書を持って長崎へ行ってもらいたいのだ。はい、長崎へ。うん、ご家老栗山大膳様へ直々に渡してもらいたいので。はい。黒岳後輩に関する急ぎの手紙じゃ。よろしくお願いします。帰りの途中にお出会いできますとは、これは本当に神様のお幸せでございますよ。いや、幸いだった。こういう時にこそお前の足早が役に立ったというものだ。はい。もう早くこの用意をし。あ、
崎奉行の役人だ。文献取り調べかもしれん。これは一体。おいおい三平。申し訳ございませんが、2、3日前から人足どもは皆流行り病に倒れておりますので、早駕籠の御用は務まりかねます。何、流行り病のために人足はないとか。へえ、おい栗山大臣様のお使いだ。しく馬も通っておりません。うん、不自由な才道じゃのう。おい栗山大臣様の本宅だ。今のは黒田家の家老栗山様でござりますな。うん、彼に裏を書かれたかもしれん。次郎、道を急げ。は。3日で竣工いたしますよし、普請奉行より上申いたしてござります。うん、そうか、やっと出来上がったか。おめでとう存じます。うん、めでたい。お、日を選んで船卸の儀式をいたて。は、さよう取り計らいます。定めし多半のやつも船を見たら驚くであろう。運航丸とはでございましたな。うん、そうであったな。倉橋、一つ行こう。頂戴いたします。飲めっぞ。百人衆をはじめ船大工も今があってはいな。早くこの場を立ち退いてもらいたい。殿様より上位を受けて出張している我々、留人しよう。何時でも何者じゃ。くずくず言って二つの命を落とすんだ。信玄も信玄に有利だ。頼め。現在一目を集め。何、一目を。Thank you.
会津の知らせがございました。狙いの的は健康丸。何だろう、今の響きは、まさしく宝石じゃの。不思議な音でございます。うん、ないとも思いませんが。そうじゃの。まあ、今のものとはあれでございましょうか。そう、どうかの。ひどいでございます。栗山大膳様が健康丸を崩壊とされました。何？大膳が健康丸を？は？きちゃいやった。成就した計画も大膳のために手違いました。私たちのためにはあの邪魔な大膳、彼の命は拙者がきっと。あなた大丈夫でございますか。何心配ご無用。よう偶像はつかみ出しているからかような乱暴もできんのさ。ここは家なのにせよ、ごく到達さたる限りじゃ。水牛の兜が何だ。水牛の兜を持って世の頭を抑えようとしても、今日という今日はそうは参らんぞ。自
縛り首か切腹が当然でござりましょう。おう、言うまでもない。大臣が切腹じゃ。ごもっともなるご処刑、いかに重役とはいえ臣下としてあるまじき振る舞い、健康丸の周囲に炎症を積み上げ、奉行の拙者たちを追い退け。バカ者、何時も切腹申しつける。は、はあ、殿様、大膳殿、早くお呼び出し遊ばしては。うん、そうじゃな。星野、大膳を呼んでまいれ。は、お前たちは心配することはない。隠しなければ黒岳五十二万石も断絶の危うきにあったのじゃ。殿の守備は俺がよく心得ておるから安心しておる。ただいま有川駿河様がお目通りを願いおられますが。その急のお召しにて出仕いたしますから後日にいたしてくれますように。私もさように申し伝えましたところ、ただならぬご様子にてぜひとごとのことでございますが。ただならぬ様子では、おう、すぐこれ。は、大吉、新聞、お前たちはあちらへ行っておる。お急ぎの折から恐縮に存じます。どうぞこちらへお入り。は、ほどの成長の字が健康丸を設計いたしたとは不審に耐えんのじゃが、どうしたのじゃ。ケアモンドの関係に落ち、図面の調整つかまず、かかる一大事を引き起こし申し訳もございます。貴公、自決いたしておるな。ご検分ください。この潔白はしかと認め申した。
ありがたきお言葉。その潔白の意志を冥土の土産にいたします。関心どもの悪事をしたためし、この一瞬殿様のお名をもって作りし大戦を自ままに焼き捨てるなどとはあまりの執事。出るのことだ。ただいま栗山大臣様ご登場にござります。何入ってきたか。よし、ちゃんと切腹もすぎる。殿様、切腹どころかお詫びなされますな。我が者さ、今日は決意をされてたまるものか。などどうでもよい。大臣、天魂丸を焼き捨てた主意を申せ。理由のいかにしては家老筆頭とて容赦せんぞ。大臣、なぜ返上せぬか。昨年と侮り我が名を保全のみか。己の権勢をもって世の頭を抑え、52万石を我が物顔する侮辱無事。藩校を傾け栄光を打ち込め、天造なせし剣魂丸を何の理由で焼き捨てた。王位の法度を破れば黒岳52万石も断絶は必要と存じ、してましてござります。あながち断絶とばかりは申されますまい。当家は関ヶ原の合戦以来、徳川家には勲功のある名義、まして奥方様は戦将軍秀忠公のご養女。それは公儀の婚姻政策であります。将軍家の縁者とて勲功ある名家とて公儀の法度を破りし者には血もなく涙もない。現代戸玉大名を取り潰しの政策があることはおのおの方もよくご存じのはず。それにもかかわらず藩政を預かる拙者に一言の相談もなく、しかもこの時期10万石大戦建造とはもってのほか。何者が検索いたされました。誰でもない、余が直々に考えたことじゃ。それが何とした。殿には熊本54万石、加藤忠広公も2万石の大戦日本丸を剣道いたし、すでに亀井断絶いたしたることをよくご存じのはずと思われますが。うん、あれは日本丸という名が悪い。国名を片手れば公儀をはばかるだの仕打ち。この方のは剣魂丸では差し支えない。
大きに触れては名前ではありません。ああ、断絶しようがどうしようが、その方たち構うでない。52万石は世のものじゃ。世が自由にいたす。殿、今のお言葉はご主機嫌でおっしゃられました。ただしは狂気あそばしました。千君以来栄誉ある当黒岳ご当主として、容易ならぬご一言。またかぶとか古き君豪振りかざし、終始とももに口を言わ評価に行きするぞ。問答待て。内々にて申し断じたきことがある。もみじのままでごそく老は願おう。もみじの前、何の御用で。嫁をはばかる気じゃ。有川鶴賀が最後に残した踏み状じゃ。覚えないとは申されまい。黒岳の安泰を思えば一命を落としても殿にご還元申し上げるのはこちの務めではない。できたことは拙者不在中の過失として咎めまい。今日限り改まってはどうじゃ。もの何で答えよ。どうした。改めて返答を聞こう。Oh, yeah.
郷ほどの佐伯の武士がこの浅ましい所業は何事だ。かくなるも弓矢八幡の御罰存分に遊ばされ、将来優位の枠をどう殺すにわしの民からのお前の一命は拙者が預かっておる。その代わりにどうじゃ、この機会に生まれ変わってお家のために、ひいてはお前自身のために改まってはどうじゃ。門戸官名のほかはございません。ただこの上は姿勢をもってお指図に従います。本当だな、しかと約束したぞ。ありがたい。改心が遭わされ、ご業績慎むとのお言葉を賜りました。不日お出の方をはじめおそば衆を遠ざけ、災いの根を絶つ所存であります。ご安心ください。いや、これも大膳殿の精忠な現れ、千番片付けない。いや、ご同様に執着申し上げない。ご重役様方、お早きご登場でござります。家中残らず登場いたしおるが、殿ご出座遊ばされるか。本教より少しご不快にござります。ご不快、ご渋滞ではないか。は、天意もご警備と申しております。殿には万事大膳様にてよろしく取り計らうようにと申されてございます。そうか、ではご苦労様です。
本日殿ご出座のところ今業よりご不快にて今日栗山大臣代わってお話申し上げる。先だって来いろいろの流言が行われ各々方にも定めしお家のためにご辛労をくださったことと恐縮に存じます。しかしご安堵くだされ天は常に真を照らしたまま五十二万石に揺るぎはござりません。天魂丸ご建造お取りやめのこと殿様ご業績御改めのことお秀の方長野お糸間のことお飛ばしを一蔵お役替えのこと以上の御こと殿様ご長居は祈り黒岳繁栄の礎を固めましたことをお喜びください。おめでとう。いや、おめでとう。おめでとう。栗山大臣はこれに近い過労職を召し上げ出張閉門もつける。ただいまより平安門堂過労の列に加え我が藩の政治を取らす一同さよくれ。お聞きの通り、お上の仰せ否みがたく、副将問答一心を投げ打って、指定の大役を務める心、ご一同のご援助のほど願いと存じます。主義も空港も気に合ったのことじゃ。かしんとも、ほぼれ。警護の衆、狼藉者は容赦なく召し捕れ。
門戸一味の者か。
黒田右衛門介、その方謀反の企てある旨、元家老栗山大膳より願い入れと。言い訳あれば温情いたせ。はっ。無論無論なぜとは身に覚えなき難題でございます。大臣、三大将軍の主君を断所なす貴重の大臣に備任め。右衛門佐のわしはらをわきまえられよ。恐れながら主人右衛門佐に深くご公儀の大恩に感じおり、謀反の企てなど一向に覚え申さず、察するところ栗山大膳主君を無実の罪に陥れ、己筑前一国を横領なさん企てと見抜き申した。ご詮議しかるべく存じます。大膳返答あるか。それは詭弁にござります。天下無事の今日、ご法となる一万石積みの大戦を建造する用もなし、その後足軽200騎を召し抱えたる事実にても本の企みなしとは申されません。ご検察願わしを存じ上げます。公儀制定されし八刀破り、一万石積みの大戦を建造せし、死はどうじゃ。はその日は主人右衛門佐居城福岡は交通不便の地にして、参勤交代の節会場の便を借れば。黙れ。さようなことは理由にならん。その上足軽200人、お正しく召し抱えたる死はどうじゃ。言い訳あるか。それのみならば右衛門佐の不行跡、一夫人のいろはに溺れ、恩は道断の数々、隠密によって逐一判明いたしおる。右衛門佐、届けしろ。だおりまするが、うん、許す、通せ。は。貴公よりお預かり申せし、水牛の御兜持参いたした。ご老体お祝いもなく、遠路ご苦労様でした。大膳殿、府中のほどお察し申す。その牛兜に入れあります一生、老中へお披露の願いを心得ました。これにて大膳の真心見える。聞かせられ、大膳これに結集して死因忠之に門の企てないと証明しとる。昭和の主君を謀反と申し立てましたも、公儀の御力をもって黒岳晩年の礎を築かんためにござります。天下の
お役人衆を驚かし立てまつり、教区至極に存じ上げ立てまつります。殿の行状を改まり、関心城内に後を立てば、身は八つだけの御所見ゆくるとも、伊藤心は耐えてござりませぬ。神のありがたきおぼしめしに沿い、ケア門戸、倉橋十代、お部屋おひでの方、それに加担の関心どもを厳罰に処し、政務を励み、ますます城内繁栄の実を挙げられよ。はっ、二次元のお存じは。栗山大殿、その方の忠節、上様ご満足におぼしめさろう。なれども、支援を訴え、公儀を偽りたる段、不届きにつき、南部信濃の神へ、お預けを仰せつけられるぞ。ありがたく、御礼申し上げます。大膳、許してくれ。
6月4日、九州の名家加藤広の神忠広公は政治向き独身の稼働をもって将軍家より突如領地没収、亀海域の名下る天下の諸侯驚愕色を失う。これより先に芸州広島の大将福島西門の太夫正則公も叙勲され、亀大太夫、格のごとく公儀においては、土佐間大名取り潰しの政策は俄然、栄光を表し、峻烈を極め、されば、州を失い、戦方もなく老老の身を伊豆湖に運ぶか。近く元那慶長の戦いに視線をくぐりし強者も、今は芝原抱いて延べに構えよ。今や豊臣御子の土佐間大名としては、武勇閣閣として天下になる夕飯、筑前福岡52万石、我が黒田藩残れるのに、されど年若き上司右衛門佐忠之公を補佐して黒田家を盤石の揺るぎなき政治をつかさどら英米豪気の栗山大膳その人がある。明日に夕べに思うはこれ君家の行く末、印鑑遠から豊臣御子の加藤福島領家の断絶、明日は誰か黒田52万石に降りかかる運命にあらずと祝い。筑前福岡黒田右衛門佐、近頃大礼に長寿身分も集まえず、素性卑しき女は愛しようとなし、飲酒に溺れ政治向き粗略のよし、隠密寄りの密書にござります。なおも金儀のほどを確かめよ。老中容赦なく取り計らえ。
兼ねて江戸表へ使わしおきましたる隠密の中心によりまするとその行事を足様に講義へ内向いたすものこれあるえず現在戸玉大名は容赦なく取り潰すべしとの政策は殿もよくご存じのはず今後は十分にお身を慎まれるように願いますぞ。ご意見申し上げるも預かり立てまつる天君御召し領の御兜に対し立てまつり天君のお言葉とおぼしめして聞き入れくださるようにご礼の談話何ご容赦のことご意見確かに受けたまわり申した。父長政が神明を捧げて戦ったのは徳川家のためではなかったか。あまり公儀を恐れすぎると思う。いや殿には現在公儀の取れる政策をご存じなき。ああ分かっている分かっている。そちたちより余は年が若い。年が若いだけに頭も若い。大前、長崎はいつ引き立ていたすか。治療術中に引き立ていたします。拙者不在中は何かと大戸殿元殿へご相談が飛ばしまして。余はいつまでも子供ではない。それより我が藩受け持ちの大切なお台場築城よろしく頼むぞ。願いたい。拙者長崎に参り不在中はお蕎麦役を務めるその方何かと十分にご注意を申し上げてもよいか。はあ、万事心得てござります。殿、御頭痛の由受けたまわりましてございます。恐れながら御脈を拝見つかまつりまするでございます。いや、余は何ともないのです。はい。それより神道。はい。あの家老どもの頑固な頭を診察してやれ。ああ、家老ども。はい。ごもっともでございまする。
お供と申す者はなぜ融通の利かぬやつばかりだろう。いやむしろ噛みつぶしたような顔を揃えて何かと申すと世の顔をにらみつけている。実際うるさくてやりきれん。ごもっともでございます。殿様といえば米を守らすかかしも同然家老衆に踊らされておいで遊ばすもの。ああもう言うてくれるな。52万石を投げ出したくなる。ああ面白くない。女ども酒を持て。かしこまります。ごちの用意。殿様。うん。ねえ殿様。うん。候補気分がお優れ遊ばされぬときはお花見でも遊ばしては。してると見える。手騒ぎでございます。お家して遊ばそう。うん、よし。姉上、あなたの番でございますわ。姉上、あなたの番でございますの。
うるさいね。はあ、何をしていらっしゃるのか。待つ者の心にもなったらいい。おお、珍しいことじゃ。兄弟仲良くすごろくやっているんだな。面白く振っているのではありません。萩野、探し持っておいて。では、もうお寄しになりますの。へえ、うるさい。早く持っておいて。これ、萩野、そう、早く持っていかないか。はい。お前がそのようなことを申すから姉上の機嫌を損じるのじゃ。さあ早く持っていく。父上、あの方は何をしていらっしゃるのでしょう。そう苛立つものではない。おそば好きの武士というものはいろいろ御用があるからな。でも私の今日の宿下がりをご存知のはずです。いろんな御用を打ち捨てて来てくださるお約束ではありませんか。父上、父上は私の心を少しも察してくださらない。そうじゃったな。ただいまフェアモンド様がお見えになりました。まあお見えになった。はい。さ、早くお通しして。はい。あら、姉上にお笑いが見えたわ。正直なかった。憎らしい萩野。許しませんね。この身でなることならどんなことでも。聞いてください。でも申し上げた後で決して嫌とは申されませぬな。武士の緊張は命がかけてあります。どんなことでも。門戸も武士の端くれ、五年には及びません。私たち親子は武前中津の城主木田に秋の神の臣下でございます。では当黒岳に滅ぼされし木谷家のご家臣か。領地は黒岳に横領され、それのみならず千年上門之助様の手打ちになるし、高陽上人様は木谷家の若様でございます。うん。恨み重なる黒岳52万石を断絶させ、腰の恨みを晴らさんがために、かような浅ましい心にもないご奉公をいたしております。大事を打ち明けたからはお約束通りお力貸してくださいます。お約束を保護になさるご両家なら私にも覚悟がございます。あ、危ない。それは丹下だ。
殿には日々募るご乱よ。困ったことじゃの。さようでございます。ただいま黒ほど組の折り切り機がお見えになりました。おう、そうか。おう、ではお敷物。はい。慎吾、羽織も。お、これはこれは。さあ、どうぞこちらへ。いや、ごめん。お邪魔して誠に失礼。実は急を要する中華の一大事って水産捕まってた。あ、それはようこそ。あ、お女中、しばらくご遠慮ください。この度殿には一万石の大戦をご建造殿へ受けてまわり、我々驚きのあまり駆けつけ申した。万石船建造は敵御法度、もってのほかの企て。今日講義では外様大名取り潰しの政略あり。このまま打ちしておかば当黒田藩52万石は類乱の危うきことと存じます。友を取り巻く名官どもの差し金でござりましょう。うん、さようじゃ。殿のご乱行は近頃事のほか甚だし、ご歓迎申し上げねばなりますまい。ご説ごもっとも、直ちに事の実況を確かめ。ただいま大目付より会場が到着いたしました。ほっ、それだこれだぞ。うん。どうじゃ、ヒデ、見事な出来栄えじゃの。あ、さようでございました。さすがは軍学者。ありかわすには褒めつかわすぞ。魂打ち込まれた甲斐あって殿様にもご満足執着申し上げた。お褒めのお言葉をいただき、それが光栄に存じます。この絵図面の通りにできますればさぞ見事でございましょう。うん、立派な軍船じゃ。すぐに作らせようか。モンド、船奉行を呼び出し地球建造に取り掛かれ。は、心得てござります。船奉行林七左衛門を呼び出せ。は。お、ケア様、この図面を申し付けられましたせ、仰せられし言葉とはそういたしおるかと存じます。何がそういたしておる。このモンド何を申した。忘れでござりまするか。一万石の大戦は公儀のご法度、拙者幾重にも断り申し上げしところ、決して用に立てるのではない。参考絵図として殿様にご覧に入れるまでじゃと御意遊ばしたい。ただいま承れば、あの絵図面のまま一万石の大戦をご建造とのこと。容易ならぬお家の一大事。駿河殿、一万石が二万石でもお船建造については各々役柄がある。飛行のくちばしを入れるところでない。いや、建造を得た責任はなくとも図面を敷き詰めがございます。小さき各々役柄を論ずべき時ではございますまい。523,000石、これだけの一大と存じます。ありかわしかい。52万石は世のものじゃ。立山坪さんは何じゃ差し出るところでない。
一万石の大戦をご建造を遊ばされたところで、お家に関わる一大事などとは、たかばかしい。奥方様は、二代将軍秀忠公のご養女として、ご当家にお越し入れ遊ばし、将軍家とは、ご親戚の間柄、何にもご遠慮には及びません。ねえ、殿様。海の守りとしてなくてはならぬ浮城でございますもの。うん、そうじゃと。倉橋、よく引けておるの。建造の絵図面を設計して差し出したそうじゃの。は。自慢国大戦建造は天下の発となることを貴公知らんのか。はあ。殿のおひげの散り組みになるのもいいが、お家の大事ぐらい考えておけ。何なりといえど、岩倉岳の投資だ。老身の意向を重ねて、何事によらず、世のなすことを、いちいち砕けるか、砕けられ。殿、それはあまりにわがままが過ぎまする。お家のおためにならざることは、どこまでもご意見申し上げまする。この度の大戦ご建造の儀は、栗山大膳殿、長崎よりご騎乗までおとどまりを願いまする。何がために大膳の許しを受けなければならぬか。大膳は何か、世はいつまでも愚弄は蹴り立つか。食欲を召し上げ、手慣れしも老者を打ち込め。殿、あまりのご乱暴。これ石堂、日の宮、両人ともに平軍申し付ける。両人を屋敷へ引き立て。ああ。殿に一言申し上げぬちは、ここはご御殿。死んでも動けません。え、これだ。私が出たそうだぞ。おい、早く早く。おい、みんな早く来てくれよ。大変な私が出たそうだぞ。
でくればいいだよ。この痩せこけた村々から絞り取るなんてかわいそうでねえか。そうだよ。この上年貢を三割も増されりゃ百姓の干物が出来上がるちゅうもんだよ。大きな船作ってその怒りで五両の N 百姓のあごたすぐすぐにかめしねえぞ。殿様あっての百姓だ。百姓あっての殿様だよ。少しは考えてもらわなくちゃなんねえだよ。そうだぞ、そうだぞ、そうだよ、そうだよ、そうだよ。なかなか大変じゃの。だが十ヶ月のうちに竣工させようとの上意だから、その心でやってもらいたい。命がけにやってる考えでござる。皆職人どもは一生懸命でござる、そうらしいの。殿のお召し。はっ、はあ、かねて筑前屋放ちある本密古川よりの急所によれば、黒田右衛門佐一万石の大戦を建造いたすよしじゃ。拝見いたします。今の敵御法度を破る右衛門佐、日本割と水素ピー隼人、そち何と思う。はっ、ご検察恐れ入ります。長崎奉行としてかかる一大事を存然とあっては公儀に対して申し訳あいたちませぬ。うん、密かに取り調べを進め、いよいよそれと定まらば公儀へ上申いたさねばならぬ。早瀬美希。はその方を参って調査の上見取り図をしたため立ち返ってくれ。こと一時を争う今の場合じゃ、すぐに福岡へ引っ立ちいたせ。はっ。月田、その方を海沿いとして共に参れ。はじゃねえか、声をかけて黙ってもらっちゃう。兄さん、お父さんは？うん、薬を買いに行った。兄さん、私がおばすわ。ああ、そうか。あ、妹、あの、とっつぁんにも話したよな。若旦那は俺が牢屋からお助け申してきたんだ。で、大変お疲れになってるから、お前解放頼むよ。え、気をつけてご解放いたしますわ。あ、三平。え、そち大義じゃが、これよりこの密書を持って長崎へ行ってもらいたいのだ。はい、あの長崎。うん、ご家老栗山大殿様へ直々に渡してもらいたいので。はい、黒田家後輩に関する急ぎの手紙じゃ。よろしくお願いします。
帰りの途中にお出会いできますとは、これは本当に神様のお幸せでございますよ。いや幸いだった。こういう時にこそお前の足早が役に立ったというものだ。はい。もう早くこの用意をし、あ、長崎奉行の役人だよ。文書の取り調べかもしれん。これは一体、おいおい、三平。